皆さん、こんにちは。週刊手帳術の著者、海野隆です。今日の雑貨はですね、抽象化から転用という、そんな話をしますけど、あの、事実、抽象、転用って、まあ、過去に、ねあの、メモの丸ーという、前田雄一さんが書かれた本がありましたけど、 ちょっとね、そんな話の一節というか、あの、自分なりに考えてることを、ちょっとまあお話しするんですけど、まあね、あのー、こう、基礎的な話で、えー、ドリルをやるという、そんな話をされたときに、まあ自分の中でどういうふうに考えるかというと、まあドリルというと、反復みたいな話なんで、あのー、 私自身、<laughs> ドリルをやるというのがあの、小学生みたいなそういう話だから、馬鹿にしてやらないとかってそういう話じゃなくて、あのそれにちゃんと見合うような、えー、行動をしてれば、まあ、別に特に必要がないかというふうに思っているわけです。まあ、それがねあの、抽象化するということと、まあ、転用するという、それをきちんと理解できていれば、まあ、それほど あの、新しいことやる必要ないのかなと思ったんで、まあ基本的にはやらないんですあの、ドリルをやって、まあ、ね、読解力みたいなのを高めるっていうのは確かにあるんですけど。じゃあ、それに、えー、対応して何かしてるかっていうと、まあ私の場合は読書をしています。で、えっ、ー、と、読書をするって、ただ読書するっていうんだったら、まあ何でもいいじゃないですか。 あの例えば小説を読むと。そういうことでもいいんですけど。じゃあ、少し、もうちょっと、うん、具体的に話すと。じゃあ、ただ単に読書するだけじゃもったいないんで。じゃあ、ビジネス書とか自己啓発書とか、そういうのを読もうかって話だったりとか、えー。もっと言っちゃうと。えー、自分の仕事の、えー、専門的な、そういう本を読もうと。 いうふうに考えれば、まあまあ、深掘りもできますよ。という、そういうことができるわけな。ただ単に、<laughs> 読書をするっていう、そういう話じゃなくて、あの、もうちょっと抽象度なり、具体性なりを上げて、で、あの、単純にね、国会力みたいなのを、ね、高めると。そういうことを、えー、できてれば、まあ別に、ドリルをやる必要はないというふうに考えたり。 で、じゃあ、えー、それはあくまでも国語力というか、まあ、あの表現力。そういうことであるんだとしたら、じゃあ、運動とかにも転用できるか、ということです。まあ、ドリルみたいなことなんで、<laughs> 同じようなこと何してるかっていうと。まあ、私の場合はジョギングしてます。で、えー、ジョギングしながら、じゃあ、えー、思考、考えながら走ろうか、ということだったりと。 もっとじゃあ、えー、専用の幅を広げれば、ああ、じゃあそこで英語の、えー、英会話の勉強をしながら走れば、まあ、これは2倍になりますよね、えー。そんな話だったりとかね。で、えっと、結局、そういうのをう、分かってて、えー、その、ね、え、あの、い,いつも、ドリル的な、えー、反復みたいなことをしてるから、特にね、なんか、 ここで、えー、新たに何かをする必要ってない、ない、ないと思う。だから、まあ、基本的にはやらないというふうに思ってるんですけど、あの、事実のことばかりこうに目を向けてこう、抽象度が下がったりとか、まあ、ましてや、そのね、それが転用するなんてことはまあ考えもつかないんで、そういうことだと、ちょっとまだ、えーうん、メモして、 で、自分で考えて、で、さらにそこから、えー、新しいアイディアを生み出すとかっていうところに、まだ至らないということなんで、あ、私がね、別になんかそ、それをこう、あの、偉そうに喋ってるっていう、そういうわけじゃなくて、あの、そ,そういうことをこう本で読んで、で、それを理解して、で、じゃあまあまあ、こういうふうにすればいいんだとか、あ、じゃあもっとこういうふうにすれば、えっと、話が広がるな、とか。 報道の幅が広がるなっていうことを、ね、まあまあ、あの、本の中から得てるの。まあ、特に、ね、あの、ドリルとかをやる必要がないというふうに、そんな結論をつ,つけましたというところです。あの、ね、あの、多分、あの、ブームで終わるかなっていうふうに <laughs> 思ってはいるんですけど、あの、突然ね、 そう,そういうことをするっていうのもあ,あるんですけど、ただ、えっと、少し考えて、で、えー、今やってることと、えー、何か合わせられないかなっていう、そういうことを考えてから始めるというのが、まあ必要なんだというふうに私は思います。えー、今日の動画は以上となります。最後まで視聴いただきありがとうございました。運のたかしがお送りしました。それでは。